よし、いくさんに横柄な態度だったと告発された長谷川岳さんに、今度はパワハラ疑惑が報道され、またブログで言い訳してる。長谷川さんは、表現方法が時代にそぐわないものであることを痛感いたしました。時代に即した表現方法に変えて参ります。とのこと。それに対してコメントでは、謝罪はしないの表現方法じゃない。人間性の問題。とか、こんなんでも先生と呼ばれるのか、身の丈に合わず偉くなりすぎた。プライド高すぎ。などの意見があった。まあな。ごめんなさい。 が言ええへんかわいそうなな人やな表現方法を変えるもうそっからずれてんねん。とつかひろしやん。昔から評判悪かったみたいやな。こんなんが権力持ったら終わりよ。今こそ声上げてこの傲慢男退治せなあかん。特に北海道の人ら頼むわ。寿司わさびもできることあったら声上げるから。